曲は作るものではないから、だからそれが無意味であろうと意味があろうと出てきてしまうものだから、もう仕方がないものとみなしているから。おはようございます。よろしくお願いします。長いようで短かったですね。なんかあの印象に残ってることとかってあったりします、この15年。あ、年末に、昨年末に、琉球国祭り太鼓っていうその沖縄のエーサーの子たちとライブでできたのは非常に印象的な、沖縄を背負って何かやるっていうのがライブで初めてそれは実現できたから。これですか？これはあのメイキングで。今の時代は平たく一言で言うと、なんかメルヘン至上主義国の崩壊、いや全体的な崩壊。メルヘン、ここで言うメルヘンは何だろうな、無双っていうか創造っていうか、何だろう、ファンシーな感じ、なんか非現実的、夢見がち、理想と現実の歪みがあらわになった。新しい音楽に対しては無意味。新しい音楽と言いますと、要するに、なんだろうな、童謡とか民謡とかには意味があるかもしれないけど、例えばおばあちゃんとも3歳児が一緒に歌える歌って、チューリップとかで、今なお保育園でもお遊戯会で歌うのとか、なんかそういうのは、あの畑仕事してる時に歌う歌とか、そういう口添えのなんか、なんだろう、
意味とかそこにあんまりなんて言ってるか分からんけど音で覚えて歌ってる歌だけどそれ一緒に歌えることとかなんかそういうところには今救いを見出せるけどそれ以外のなんか音楽の持つ力って音楽で憲法を変えれないしそこに意味とかを見出そうとしたらもう大変なことでそれでなくてもできないこととか挫折の方が多いのにそんな歌ごときで人の命救えるかってそんなことより医療器具だ水だっていう方が絶対でもそれを励ます術とかなんか一緒に歌えるのって言ったら童謡とか民謡とかなんかとかだったら分かるけど自分の音楽で山を動かしたいとか何かをしたいなんてそんなレベルではないもうもはや。そうするとこうコッコさん自身がこう新しい曲とかこう作りづらいくなっちゃうんですか。曲は作るものではないから生まれてくる、うん、だからそれが無意味であろうと意味があろうと出てきてしまうものだからもう仕方がないものとみなしているからもうなんかこうそれでこう音楽聴いてですね例えばココさんの曲とか聴いてなんかこう背中を押されたりとかこうそれを聴いた人が変えていくってことはまあありますよね。そんなことがあるんだったらとても嬉しい。ノーミュージックノーライフ。Tower Records.